皆さんこんにちは伊藤塾塾長伊藤誠です4日間本当にお疲れ様でしたまあ論文3日間書いて最後に担当と本当に疲れ切ったんじゃないかなと思いますがよく頑張り抜きましたあ本当にお疲れ様ご苦労様でした、まあ、少し休んで、まあ、心と体、うんまあ、これをいたわっていただければなと思いますただあもうすぐ担当の発表になりますよね まあそこで、えーまあ、こう、結果が分かれることにはなろうかと思います。まあそこで、担当は合格しましたという方、まあ一応ほっと一と安心かなと思いますが、まあそれでも11月の最終合格発表まではなかなか油断できません。大丈夫できましたという方も大勢いらっしゃるかなと思うのですが、あそれでもね、やはり今の段階ではしっかり自分がどういう答案を書いてきたのか、それの自己分析と、それからできれば再現答案、これを作成しておくということは、 実はまあ今年合格するそういう場合であったとしても再現答案で自分がどういう答案を書いてきたのかそしてそれがまあどういうふうに評価されたのかということを理解しておくとそれを認識しておくということは次の招集中に行って実務に出ていくその上でも極めて意味のある重要なことですそして万が一残念だったっていったときには当然この再現答案 そして、えーまあ、自分のそれを、ね、分析して自分の弱点を知りそして、そのどこがやっぱり足りなかったのかその目指すべきものと自分が書いた再現答案とのギャップを埋めていくこれがこれからのまさに勉強になるわけですからそういう意味でもこの再現答案を作っておくということは極めて重要かなというふうふに思っています。 で、そして、えー、まあ、合格される方も残念だったという方もそうなんですが、やはり要件事実の勉強を今、今きちっとしておくということはとても大切なことかなと思っています、えー。まあ、皆さんもご承知かなと思いますが、岡口喜一先生が伊藤塾の講師として要件事実の講義をしてくださっているんですね。 一応講義のタイトルとしては予備試験受験生のための要件事実講義という名前での講義ではあるんですが放送を目指すすべての皆さんにぜひこの講義は聞いていただきたいと思っていますそしてこんなテキスト「要件事実シート」というとても素晴らしいオリジナルテキストを作っていただきましたそれぞれのテーマごとにどういう要件事実まあ要件事実だけではありません 何が請求、訴訟物であり請求の趣旨なのかそして請求原因をどんなふうに書いていったらいいんだろうとそしてその上で要件事実、まあ、それをきちっと訴訟類型ごとに整理したものなんですね。 まあこれは司法試験の合格予備試験のみならず当然、司法試験にとっても重要ですけれどもさらに実はその先研修所でいい成績を取っていくそしてさらに言えば弁護士裁判官になった後実務でも極めて有効に使えるものではないのかなと思っていますのでぜひこの岡口先生の予備試験受験生のための予見事実講義は全員皆さんに受けていただきたいというふうふに思っています。 さて担当で残念だったという方は言うまでもないことですが基礎基本がまだまだちょっと足りないところがあったかなと思います。なものですからやはり担当の力をきちっとつけるということそれは基礎基本を盤石な基礎にするということが何よりも大切なことかなと思いますから一旦自分の弱点を振り返って場合によっては基礎固めからもう一度自分の基礎知識を構築し直すということも大切なことかなというふうに思います。 そして今年もう最後だったという方もいらっしゃるかもしれませんにもかかわらずちょうど担当で残念という方も中にはいらっしゃるかなと思います、まあ、これまで勉強してきたことそれは決して無駄ではありませんしっかりとこの本試験を受けるところまで来たわけですから その法的な知識そして法的な思考力これまで鍛えてきたご自身の力を別の分野で生かしていくということはいくらでもできますもちろん予備試験挑戦するのもありでしょうまた企業法務の世界で活躍をする公務員で活躍をする民間企業に入って活躍をすると、まあ、いろんな活躍の仕方はまだまだあります選択肢はオープンに広がっているなのでぜひご自身で 自分の選択肢を狭めてしまうことはやめて次に向かって気持ち入れ替えて新たなステップを切っていただきたいなと次に向かってスタートしていただきたいというふうに思っています、まあ、大丈夫だった担当はもちろんのことながら論文もまあ大丈夫でしょう特に予備試験合格して今回授試験を受けられた方などは、まあ、十分自信を持って発表を迎えられるんじゃないかなと思います まあそういう合格、まあ、大丈夫だろうなと思われている方、そんな皆さんたちも今の力をさらに伸ばしていく、思考収集に向けて、そして実務に入って、えー、しっかり活躍をしていく、そのために今の力を維持するんじゃなくて、今の力をさらに伸ばしていくということは大切です、まあ、そういう意味でも先ほどの要件事実の、ね、講義などはとても重要かなと思いますし、研修所の成績においても極めて重要かなと思うんですが、それとと,ともに、ね、ぜひ、 今までの勉強をもう一度さらにより正確なそしてより客観的な観点から自分の力をもう一度見直すという意味で、まあ、移動塾では教材作成のスタッフですとか、まあ、そのクラスマネージャーのような相談に乗っていただける先輩としてもそうですしさまざ、あ、まなお仕事がありますなのでぜひ皆さんにはクラスマネージャー教材制作のスタッフとしてお手伝いをしていただきでその中で 自分の力を維持するだけではなくさらに力を伸ばしていくという、ね、そういう観点でのお仕事をぜひ一緒にしていただければ嬉しいなというふうに思っていますさて試験が終わってほっとしているところかなとは思いますがこれから先の皆さんの進路選択がどのようなものであろうが私そして伊藤塾のスタッフ全員が講師も含めて、ね、全員が皆さんのことを最後の最後まで応援しています これかかららですからねいろんな意味でこれからですからぜひこれからもよろしくお願いしますそしてさらに一緒に頑張っていきましょう。本当にお疲れ様でした